今日作るのはお肉系でいこうよ。この鶏肉、何の肉？それ、なんかの番組で聞いたことあります、それ。鶏の肉です。今日はね、胸肉。あ、そういう部位の話です。ヘルシーなんだけど、揚げちゃうっていう。うん。皆さんどうも、早見です。 M's テーブルへようこそということで、今日はですね、皆さんの大好きな揚げ物でいこうと思います。と言っても揚げ物はですね、鶏肉を使ったチキンカツ。大好きでしょ。チキンカツね、ちょっとももとかでもいいんだけど、今日はちょっとジューシーというか厚みのあるね、こう胸肉でいこうと思ってます。ぜひぜひ今日もお願いいたします。では材料の方に移りましょう。材料が鶏胸肉、トマトペースト、ケチャップ、トマトホール缶、ウースターソース、赤ワイン、バター、小麦粉、卵、パン粉、キャベツ、紫玉ねぎ、塩コショウ。もうこれでいきます。今日はシンプルな、そのまあチキンカツなんだけど、絶品ソースで今日は皆さんに楽しんでいただこうかなと思ってますので、では始めていきましょう。さあ鶏肉なんですが、よし、で火通りいいように軽くね、フォークを使って刺していきます。でここに塩とコショウ、しっかりとつけてあげて、小麦粉、卵、パン粉の順につけていきましょう。さあではこのようにですね、衣をしっかりとつけてあげたら、今日は170度の揚げ油で揚げていきます。で厚みがあるんで、揚げてる途中、4、5分ぐらいで取り出して、一回こう中まで火が通るように、ちょっと余熱でそのままじっと置いといて、でその後にもう一度揚げるんで、2度揚げが美味しい、そんなチキンカツですよ。では行きましょう。さあでは 4,5 分ほどね、この状態にしておきます。ではここで、時間ももったいないので、隣でねソースを作っていくんですが、これまた絶品ソースで、ちょっとフードプロセッサー、こういったものを用意して、トマトのホール缶なんですが、こいつを入れていきましょう。滑らかなソースにしたいので、フープロにかけます。さあ隣、フライパンを使って、よし、バター、このバターを溶かしていきながら、トマトペースト、ケチャップ、それと先ほどフープロにかけたトマトのホール缶で、赤ワインにウスターソース、塩コショウで、もうバッチリです。さあそしてウースターと赤ワイン、塩とコショウ、これでソースの方はもうバッチリです。カツの方はですね、一旦ね引き上げましょう。スライサーを使って紫玉ねぎを、軽く水にさらし、そして千切りにしたキャベツと、
よし、いいんじゃないでしょうか。さあ、では上がりましたので、ここで盛り付けに入りましょう。まずは野菜を。で、今回ソースはお肉の上にかけずに、まずはこのソースをかけて、そのソースの上にお肉を乗せちゃいます。さあ、できました。早見流のチキンカツの完成です。さあ、皆さんいかがでしょうか。こいつはもうご飯が欲しくなりますね。もうその組み合わせは最高です。それからチキンカツもそうなんですが、この絶品ソース、ぜひぜひ作ってみてください。それでは皆さん、チャンネル登録お願いいたしますよ。では、いただきます。たっぷりソースでそのままもいいけど、やっぱ決め手はソースだよね。いただきます。やっちゃったね。やっちゃいました。うん、なんでチキンカツってこんな美味しいんだろう。うまい。このソース、なんか本当にレストランで出てくるような深みのあるソースに仕上がってるね。これはいい。おすすめです。